今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はスシローさん久しぶりに行ってまいりましたよ。トロがですね180円と非常に安かったんですけども、これいいトロでしたね。非常に甘くてですね、トロの甘みがちゃんと出ている、いいトロのお寿司でございました。あまりに美味しいので、もう一個トロ言いましたらさらに脂の乗ったものが、やってまいりまして、テンション上がりますねこれね。であとは、大好きな生エビ、これも120円で出せるのってすごくないですか。それとトロサーモン、サーモンもねこの頃ちょっと食べるようになってきたんですよね。で茶碗蒸し、ちょっと食べるところ、取れてないですけれども、このスシローさんの茶碗蒸しですね。それと、メロンシャーベット、これが120円。これ懐かしい、これ大好きだったんですよね。ほんで実際美味しいです。でちょっと市販のものよりちっこいんですけどね。でかけうどん160円、これはもうなんか赤だしの代わりにいつも食べるんですけども、ここのうどんも美味しいもの、こんな立ち食いうどんがあったらもうこれでいいなというようなかけうどんでございますが、さあそして、ラストはハンバーグです。こう1個が2つになってるっていう、ちょっと強引なお寿司でしたけれども、今日は久しぶりにスシローさんに行ってまいりましたと。ということで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。しかし本格的に寒くなってきましたね。あとクリスマスが近くなってきたのか、なんかクリスマス、予定ありますかね。ちょっと僕ね予定が入っちゃったんですよね。そっち系じゃないですよ。なんか、野暮用というか、まあ、お仕事なんですけれども。